は強いが宇野は弱い。何が起こるかわからない。宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイト。宇野とパンチの今日は幸福寺松原商店街でダイナマイト。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノー会長、今日どうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。じゃあですね、あの我々 YouTube チャンネル宇野とパンチの今日もどこかにダイナマイトステッカーというのがございまして、こちらロケ先でいつも配っておっていうんですけども、はい、こちらもしよろしければ、はい、あのどちらかでシールを、はい、シールお貼りいただければと思います。はい、はい、お店に運ぶことでお邪魔にならないところに運ばれてもらいます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。恒例のあのコーナー行きましょう。宇野で次の行き先を決め合うなさあ、というわけでですね、会長がですね、はい、どちらか今からカードを引いていただいて、うん、そのカードの出た数字と色で次の行き先を決めようというコーナーでございます。わかりました、はいはい、でどちらかカードを引いていただいてよろしいですか。こっちだね。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。オープン。はい、来ました、青の5番でございますね。はい、青どこ。日光丸食堂さん。というのはい、目の前だ。目の前ですね。はい、目の前でございます、はいはいどうもありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。はい、こちらがシャトレ木村屋創業以来の50年以上続くソンブレロというパンでございます。皆さんに大変人気があります。どうぞこれからもご愛顧お願いいたします。あなたパンチの今日はシャトレ木村屋さんでダーマー。目の前だな、ね、すごいですよ。もう目の前にありましたね、この日光の日光丸食堂。おはようございます。発酵のお店なんですか。はい、そうですね。おー、発酵専門店みたいな感じ。専門、そうですね。あの一応うちの親会社の船元なんですけど、はい、そこであの発酵の一本釣りを。あー、はい、あ、でもしかして日光丸っていうのはこの船の名前ってことですか。そうです。あー、なるほど。うわ、食べたいね。いや、そうですね。ちょうど中もね、いい頃合いというか。え、これ何？え、なんですか。わら焼きです。え、わらでやってくれんの？はい、わ、すごい。これテレビでしか見たことないやつ。じゃあ注文したら、はい、これでその場でわらで焼き。じゃあ、すげえ。昼飯これしようぜ。これしましょう。しましょう。入る、入っていい？行きましょう、行きましょう。はい、でもいただきますよ。中に食べられるの？食べられますよ。中でも食べれますし、あの、お持ち帰りもやってます。カツオの一本釣りのということで、メニュー的にはどういうものがあるんですか？はい、一応、うちのメインが、カツオのわら焼きのたたきに。こういう雰囲気もなんかいいじゃん。なんか、ね、の中をイメージして。あー、なるほどなことですかね。いや、俺さ、サバ好きじゃん。あ、そうだ、そうだ。これ、よいしょじゃなくて、俺サバとカツオが好きなんだよ。オリックスの時にさ、キャンプでコーチ行ってたから、こんなカツオのたたき食ってたからさ。そうか、わら焼きってのは嬉しいね。あ、じゃあわら焼きってのはやっぱじゃあコーチの名産で。いやいや、そうだよ。あ、そうなんですか。うん、ダもう人気だから。ちょっと待ってくださいよ。これじゃんけんだよ。しょうがないよ。ハムずつ食べたらいいじゃないですか。ダメダメだよ。わかりました。じゃんけんですね。うん、真剣勝負じゃない。最初のグーじゃんけん。はい、じゃん。よっしゃー。ちょっと待ってよ、本当にしょうがないよ。いやちょっと時間帯が悪かったよ。時間帯が。まあまた、この藁で巻いた香りが違う。ありがとうございます。ね、うん。ね、いいカツオだぜ。まず玉ねぎを口に
うまい。これね、今から。うん。噛んじゃダメよ。わかった。うん。うん。ね。P さんの4枚残しておくから、俺たちこれ2枚いこう。ね。地元の方なんですか？いや、静岡です。静岡から来てるの？はい、うん。へえ。こちらが静岡県の前崎市。ああ、そう。はい。まず宝がまた。豊富ですよね。じゃあ間違いねえや。うちのカツオは遠洋漁業なんで、まあ、生じゃないんですけど、すぐに船上で瞬間凍結。なるほど、一年中鮮度抜群のカツオが召し上がれます。マグロなんかもそうだもんね。あの香りがね、これ味わえるとはね。確かにこの、まず私は初めてだったんですけど、あの、こんなにも香りがいいんだなっていうのはちょっとびっくりしました。そうだね、うん、またお店で、あそこで焼かれてるのが見られるっていうのはそうだね、いいですね、焼くとかね、こちらが1号店というか、なんですか、はい、静岡県の前崎市に1号店。ああ、なるほど、なるほど。ここのお店が2号店。ああ、そう、はい、あ、なるほど。地元に愛されてる、あのお店だったんだけどもこっちで勝負だった感じなんだ。そうですね、県外で。前焼きって、技術とか相当異様な感じがするんで、先ほど見させてもらったんですけど、あのどういうところに気をつけて焼くんですか。普通に焼いてると藁の香り、まあ、つくんですけど、もう焼き方によっては意外とそんなにつかなかったりするんですけど、まあ、あとは焼き加減とかもそうですけど、まあ、焼きすぎちゃうともちろんそのたたきもそんな美味しくないですし、まあ、その加減は難しいですけど、やっぱ何回もやってって感じです。今日は塩だったけども、はい、醤油でも食べるの？うちのオリジナルのタレがございます。はい、じゃあそれでも今度食べてみたいな。いいですね。だから定食のメニューもね、あるとか、ね、はい、そうですね、うん、カツオのわら焼きの定食が、赤身とトロ2種類で、あと B1 ステーキ丼っていう、B1 ステーキ、カツオのステーキの丼なんですけど、ダルマー、あなたパンチの今日は50食堂さんでダルマー。去年の12月16年オープンということなんですけど、まあ、できた新しいお店じゃないですか。どういったお店にしてるじゃないですか。そうですね、今まで静岡県の前崎市1号店で、まあ、ここが2号店ということで、まあ、この商店街の皆さんもそうですけど、まあ、たくさんのお客様に、うちの会社のカツオをもう召し上がっていただきたいなという思いでやってきました。はい、なのでよろしくお願いします。お願いいたします。こちらお持ち帰りも、あの出来立て提供しますので、ぜひ気軽によろしくお願いします。今日はごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうもありがとうございました。こちらの我々の YouTube チャンネルのステッカーでございまして、ちょっと6先でお配りしてるんですが、はい、よろしかったらお店のポスターに貼っていただければと思います。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、なので次の行き先を決めましょうな。ドン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 。このカード引いていただきまして、で、あの出た色と数字で次の行き先を決めてしまおうと、はい、コーナーでございます。はい、よろしくお願いいたします。それではよろしくお願いします。はいはい、はいはい、何番だろう。2番、青の2番ということでございます、はい、のね、横浜マリンファクトリーの横浜谷屋さんというお店にお伺いしたいと思うんですが、はい、どちらにございますか。あ、もうすぐ目の前のこちらです。あ、はい、こちらです。いい流れですかね。ありがとうございました。行ってきます。ありがとうございます、はい、じゃあ行っていきたいと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ダルマこんにちは。こんにちは。今日は YouTube ロケで伺いました。よろしくお願いします。パンチ佐藤です。こんにちは、ございます。よろしくお願いいたします。ちょっとじゃあ、はい、あの店内の方いろいろ見させていただいてもいいですか。店内の前にどうぞこちらの方。あ、この正面で。あ、じゃあ早速飲んで。このすごいな。すごいですね、この小餅コンズ。こんなに大きいの見たことないんですが。そうですね、はい、大学で一番安いジャンボクラスっていうか。ジャンボクラス、ね、これ北海道で取れるんですか。これはカナダ、アラスカ。アラスカで、アラスカでは取れてなくて、ええ、最近ちょっと北海道の種別の方で試験的にやられてはいますけども、はい、ニシンが量がないとなかなか難しいですよ、ね。あ、そうなんですね。これは迫力あるわ。そうですね。そしてこちらが珍味の、要はこれは
マジカニじゃん。なんか要するに若者言葉みたいな。これは、境港のベニズワイガニの味噌を使って、はい、ちょっとカニ皮を使って、はい、なんかいいのお安く食べれないかなって召し上がっていただくために考えたんですけども、あのカニのかまぼこなんです。でそれがそのズワイガニの味噌を入れて、うん、何用の卵を入れることによって皆さんがここで召し上がって、何これマジカニじゃんっていう。なるほどね。そのやっぱ口癖をね、それを商品にしよう。なるほど、なるほど。それはね、酸味を使って、はい、で塩麹で旨味を出して、はい、ちょっといくらを持ってましてね、このサーモンピンクってこの鮮やかな色、なかなか飛ばない素晴らしいサーモンなので、塩麹で味をこだしてやってますね。本業はこの小餅昆布中心に、はい、大体年商11億ぐらいの会社ですけども、すごいですね。いろんなものを考えて作ったものを、それで皆さんと楽しく召し上がって、これ面白いじゃん、じゃあカニちゃんじゃないけど、なるほど、そういう、ね、あの店を作りたいというんでここで出してる。酒飲みにはたまらない、たまらないですね、これね。いやいやいや、キムチも私上から美味しそうですよね。こちらのね、有名な川崎の K のキムチですね。K のキムチ、そうです。おお、私の友達ですんで、一緒に。あ、なんでしょうね。新丸子にあります。新丸子に。あ、ええ、新丸子。和田マスクを作ってます、横浜明太とタラコです。横浜メンテって何なんですか、ブランドみたいな。そうです、うちの会社の明太子工場がありまして、はい、横浜で唯一明太子作ってるメーカーです。で1週間熟成させて、一度も凍らせないで、ここでてんこ盛りで販売させてもらってす。すごいですよ、でもね。ご主人のこの会社というのは、うん、本体っていうのはどこにあるんですか。この向かいであります。あ、そうなんですか。の向かいにあります。食堂もやってます。この商店街の会社に聞いたんですけども、ここはもうお客さんの目もプロだと、いうことですからね。シビアなお客さんもいるし、ね、世代交代が起きてきてるから、やっぱりその美味しいものに目がない人もいらっしゃる。両方でしょうね。安いものを求める人、それからこだわる美味しいものを食べたい人。会話を楽しみに来る、いろんな話を聞きたくて来るっていうのが、お客さんが多いんですよ。そこ忘れないで、外さないで、やっぱりこう会話を楽しむ。そしてさっきのカニちゃんじゃないけど、やっぱり一緒に喜ぶ、面白いねこれって。いろんな形で SNS で発信してもらえば、うん、私の仕事としては本舗です、うん、うん、マジカニじゃん、マジカニじゃんなんて、あの、ね、女子高生の方が、ね、言いそうな感じの言葉ですし、この横浜みたいも迫力がちょっと。このワンパックおいくらぐらいですか。これ1080円。うわー、これで1080円ですか。いやー、食べてみたい。いや、居酒屋行ったら1本800円ぐらいしちゃうね。そうですよね。パンチの今日は横浜谷屋さんでダルマ、はい、数々めでたい喜んぶ数の子昆布で、ここまでお店でもって年末大変お世話になりました。ぜひ、新年も幸せあふれるめでたい喜んぶでよろしくお願いいたします。これで今月もすでに4億4千万ぐらい見込めるんじゃないか。4億4千万ですか。すごいですね。去年の 140% ぐらいの売り上げが伸びてます。うわ、すごいです。 150% も伸びるってなかなか大変ですよ、これね。多分おせちの、ブームで今は、うん、また次のブームは来てるみたいでね。そうですね。ご主人、今日はありがとうございました。これ我々 の YouTube チャンネルのです、ね、オリジナルステッカーでございまして、あのロケに行かせていただいたところにあの差し上げておるんですが、どうぞよろしかったら、はい、どっかにお貼りいただきまして、はい、よろしくお願いいたします。これからも元気を配属してください、はい、頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。あちらの商店街、まあ、高福寺、うん、松原商店街ロケ編でございましたけど、あのね、俺たちはね、この松原商店街のね、はい、50分の1しか見てない。そうですね。これは個人的にもね、うん、何度かやっぱ来る必要があるな。いや、そうですよね。うん、やっぱ今日はそういうお客さんもいっぱいでしたしね。うん、あったよね、うん。うん。なんかこの今年、うん、勢いがついたロケだったな。あ、そうですよね。うん、これ一発目でガンと行きますんで、ね。柴田さん、
本当にありがとうございました。ありがとうございました。またいろんな商店街を知ってください。次はどちらの、ね、商店街に行かせていただくのか、ね、楽しみでございます。そうだね。はい、西畑よろしくお願いいたします。よっしゃ。さあ、どっちだっけ駐車場は。ですね。まっすぐだったんですか。パッパパーパッパパパパッパパッパパパパパー鍵打ったパンチ打った大きい大きい入るか入ったホームランさよならゲーム本日はこれにてゲームセーブグッゲームグッゲーム本日は宇野宮本そしてパンチ佐藤のためになんと112万5000人の皆さんありがとうございました。また次回もお楽しみに。わー紙吹雪が2センチ2センチ小さくしてきたよ塊が塊がうまく巻いてくれよ。川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってるパワー全開でうのとパンチの今日もどこかでダイナマイグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーダイナマイ赤身とトロは取れた場所で違うんですけども、熱海は結構、赤道近くのあったかい海で取れる魚が活動 で、そうなると結構なんか絞れてはさっぱり淡白な感じなんですけども、でトロが、北海道東沖とかそういう寒い地域で取れたカツオのことなんですけども、カツオっていろんなところで取れるのね。そうです。知らなかった。だから僕らでもう高知沖ぐらいなのだかなと思ったんですけど、我々の YouTube チャンネルをですね、ご覧くださってる方もですね、結構増えてきたんですけど、はい、まだね、もしかしたら、チャンネル登録ってどうやるのっていう方がね、多分ね、いらっしゃると思うんですね。まだそんな人がいるの教えてあげてよ。そうですよね。簡単なんだから。簡単でございますの。ですね、まだ登録されていない方はですね、我々の動画を見てるときですね、チャンネル登録というボタンが出てくると思うんですよ。で、そこを、ピッと押していただきますと、簡単にこれチャンネル登録、終了でございます。わからない時はですね、息子さんや娘さん、また会社の後輩なんかに、ちょっとチャンネル登録教えてくれよ、これっすよ、ピッそうですのね、よろしくお願いします。簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。